気持ち悪いから近づかない方がいいですね。まあ、吉谷さんもそうだけど、私も結構ね、気持ち悪い人間だなって気がしますね。で、これがね、気持ち悪い熟成さんっていうか、気持ち悪いお客さんもいるんですよ。その人はね、どういうふうに私にね、語りかけてきたかっていうことなんですけど、これちょっとね、3年ほど前なんですけども、私は久保さんの動画を誰よりも見ています。多分、ご家族よりも、奥さんよりも、久保さんの動画、久保さんの言うことに従ってます。しかも、多分、ご家族よりも、奥さんよりも、お子さんよりももちろんなんですけども、私は久保さんにお金を払ってますって言うんですよ。まあ、その通りなんだけど、確かに、俺を経済的に支えてる人って、誰なんだろうと思ったら、ああ、確かにそうだな、とかね。なんか妙に納得させられるようなことを言って、そうなったらね、なんか世の中の働くお父さん、みんななんかね、誰にもらって、誰にあげてんのかなと、なんかこう、ちょっとまああんまり考えたくないことがね、そこに渦巻いてるんですけども、多分ね、その人もね、なんか世の中の矛盾と言いますか、なんともしがたいものになんか目覚めたんでしょうね。気持ち悪いですよね、こういう発想されるとね。確かにそうだと。俺は誰にお金をもらってるんだろうかと思ったら、確かに家族には1円ももらってないっていう言い方もできるんだけども、何なんでしょうか。赤の他人はどんどんお金を放り込んでくれて、赤の他人は、久保さんのコンテンツ素晴らしいですからね。もうほんと、一語一句間違えないぐらい私のことなんかね、こんなこと動画で言ってましたよねとかね、中にはね、5年前のこういうのありましたねとか言って。わー。だから、まあビジネスはやってますけどもね、宗教ですよね。だから宗教の多分、教祖様とかも、その、自分のこの家族にはこういろいろと施してるけども、その教祖様っていうのは、なんか言ってみると他人、信者からお金が集まってくるみたいなね。で、信者は家族に払わないお金を教祖に払うみたいなね。世の中どうなってるんだこれ。間違ってるぞ。と、ね。なんかシンプルに考えると、すごくなんか面白いものから見えるんじゃないですか。まあでもね、なんかそう言われると私も思うんですけども、いや、俺の商品買うよりも、なんかお金に困ってる家族に使ってあげた方がいいんじゃないのみたいなね。ここまで出ますね。吉田さんもなんかね、多分ですよ。なんかその吉田さんの動画を見て、あ、吉田さんのコンテンツ買わないとって言ったらね、何万とか何十万とか払うわけじゃないですか。それで、家計としては苦しいはずなんですよ。まあ、うまくいってる人もいますけどもね。その図を見ると、なんていうのかな。昔ほら、あんた、なんか家にお金生活費入れないで酒ばっかり飲んだくれてみたいなね、なんか昭和のドラマってあったじゃないですか。なんか子供の薬代とかね、その学校の給食費とかをむしり取って、俺酒飲んでくるわとかね、競馬行ってくるわとか言ってね、その飲んだくれ親父で、家には全然お金を入れないのに、むしろ家にあるお金を全部ね持って行って、どっか別のところに使って行って、どっかの常連になってるわけですよ。で、競馬だの、酒だのを飲みに行ったり、遊びに行ったりするとこでは、あ、何々さん来てくれた、どうも、こんにちは、とか言って、今日もいっぱい使ってくださいね、つか、そこではもう王様みたいになるんですよね。なんだろうね。まあでもそういうふうにね、使う方向を間違ってくれないと、暮らしていけないですよね、私たちはね。つうか、この動画見る熟成さんがもう、コンテンツ買うのやめたとかなんないですかね。でもなんかね、もうちょっとこう、あれですよね。どう言っていいのか分かんないですけど、私の動画を熱心に見てくださるのもすごくいいんですけども、ずっと私ね、心配で、特に女性の方に語りかけてるのは、まあ、奥さんがね、私の動画を一生懸命見て、勉強して、で、一生懸命ね、ビジネスやってくださるのはいいんだけども、それをね、旦那さんが見たら、絶対こう嫉妬するで、と。どっかの知らない男の動画をスマートフォンで一生懸命見て、なんか、寝る間も起きる時も家事をしながらでもイヤホンかけて、あ、なんか、即家塾の久保みたいなやつが喋ってるやつ見てると危ないぞ、こいつ。ね。それで、奥さんとなんか話し合う時に、お前何人の動画見てんの、こいつなんか付き合ってんのかって言ったら、違うよ、この人はね、ビジネスを教えてくれるの。稼ぎ方とか人生の生き方を教えてくれるの、すごく勉強になるんだからって言ったら、それはそれで旦那さんもっと惨めでしょうね。なんで俺からは何も教わらないのに、こんな赤の他人から学んでるのかとかね。俺が何、稼げないっていうことか、みたいなね。いやだから奥さんとかね、女性には言うんですけども、旦那さんと見てくださいと。彼氏と見てくださいと。なんだったら私が直接お話しますみたいなね。浮気でもないし、旦那さんが頼りないからこうしてるわけじゃないんだよみたいなことね。やっぱね、話さないとね、これ宗教なんでほとんど。信者ですからね。だから家庭を壊すことにもなりかねないっていうか、壊れるっていうかどういうかな。なんか離婚した人もいますからね、やっぱね。何組か。なんだかね。
なんつうかな、なんかこう家庭事情をあんまり明かさないでほしいなって気もするけども、でも明かしてくれるしね。明石焼きですよ、これ。じゃあ今日のタイトルはもう明石焼きでいきましょうか。まあ気持ち悪いですね、ほんとね。気持ち悪くてすいませんですけども、まあでもあのいただいた悩みには熱心に答えさせてもらって、精一杯問題解決に向けてサービス提供するしかないですね。でも本当あれですよね、なんか繰り返しになりますけども、宗教にはまられた、なんかね、家族をお持ちのなんか分裂っていうのはこんな感じなんでしょうね。もっと際どいんでしょうね。まあ、エホバの証人さんとかって、お母さんがエホバの証人だったら子供は間違いなくエホバの証人にしようと思って集会とか連れて行ったりとか、伝道講師とか連れて行ったりとか、学校で体育の授業を受けさせなかったりとかするわけですよ。でもご主人はエホバの証人でも何でもないとしたら、もうなんかご主人はね、一人で家庭の中で孤立するんですよ。で当然エホバの証人のおかげで俺の家は不幸だみたいになるじゃないですか。でも奥さんは、あなたはまだ教義が分かってないからそんなこと言うの、世に騙されてるのよ、世の中に洗脳されてるのよって言うけど、いやお前が洗脳されてるだろみたいなね、洗脳合戦ですよね。まあ、エホバの証人がねどうこう悪いとか思わないんですけども、結局その思想があんまり違いすぎると、一緒にいて苦痛みたいなところあるんだろうなと思うんですよね。まあ、吉田さんはね、今一人でお暮らしになってるんであんまりそういうのはないと思いますけども、想像できるでしょ、なんかそういうの。というところですね。今日はなんか特に寒いですね。あの明石の方でもだいぶ冷えてるんでしょうか。明石焼きを食べながらこの動画を見ていただければ幸いです。それじゃあ、明石家様。